インターネットテレビ見る増刊号の山谷です。本日は数量政策学者の高橋義さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回お伺いしたいのが、はい、高橋さんがその親交が深かった安倍総理のことについてなんですけども、うん、はい、この安倍総理の功績として、もちろん外交安全保障もちろんなんですが、やはり内政、特にこのアベノミクスだと思うんですね、でその献花台を訪れ、で、まあ、安倍総理の死を悼む方々の映像を見るとやっぱ若い方が多いなというのが第一印象だったんですよね。なのであれこそまさにこうアベノミクスの成果、安倍政権の成し遂げたことなんだろうと私は思いましたが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、あのアベノミクスっていうのは金融政策とあと財政政策、それだと成長戦略が成り立ってるんですけどね、これね、特色っていうのは金融政策入れてることですね、要するに金融政策ってね、政治家ほとんど分かんないんですよ、でもね、これをもうきちんと理解した、もう唯一の人でしたね、で、まあ、財政政策も財務省に言われてあんまり理解できないんで、大体政治家はみんなね、成長戦略だけなんですよ、でもね、成長戦略簡単だから言うんですけど、一番肝になるのは実はマクロ経済政策ってやつで、これ安倍さんがものすごく理解してて、私も今まで知る限り、議員の中でも理解っていうかね、その、もうダントツでしたね、ですからそれで金融政策っていうのは何かっていうということなんですけどね、多くの人がまあ分からないっていうかイメージ湧かないらしいんですけどね、実は雇用政策なんですよ。だから私は安倍さんにね、安倍さんは保守系だから、もう雇用政策ってどちらかというと左派政策みたいでしょ、最初喋る時に結構気にして、これいいですかって言ってって言ったんだけど、全然気にしなかったですね、もうそれは民主党やってんのやってない、じゃあいいよって、そんな感じでありましたね、だから民主党は雇用雇用っていう割に実は肝が全く分かってなかったんですけど、そのかなり前から一位政権の前ぐらいから安倍さんはこれちゃんと気がついてました、安倍さんの特色ってね、安全保障もそうなんですけどね、世界標準のやつをもういち早く気がつく、誰より早く気がつくということですよ、で私はだから2000年の頭の頃から、まあ、この金融政策の話をしてた時に、もう政治家の安倍さんぐらいしかいなくてね、でもちゃんと気がついていて、まあ、2000年の途中に言ったのはあれですがね、金融政策きちんとやると実は雇用が伸びますと、で一番最初にね、実は分かりやすいところだけ取り上げなきゃいけないんでね、金融政策やると実は株価が上がるんですよと、株価が上がると半年後に雇用も就業者数が増えるんですよ、そんな話をしまして、でそれで結果的にアベノミクスやった時に雇用の成績抜群、でよくね、金融政策でインフレ目標を達成してないっていう人いるでしょ、全くもう見てるところが全く違うと、インフレ目標っていうのは実はインフレ率だけ見るでしょ、でもね、雇用が増えててインフレ率が増えなかった上がんなかったら、これはこれで OK なんですよ、だから全然関係ないですよ、要するにインフレ率なんか雇用が増えるか増えないかっていうところが問題なわけ、で安倍政権の成績っていうのは、就業者数っていうので見ると400万人なんですよね、これはね歴代2位です、まあ、実はね佐藤政権が高度成長の時があったから、これほっといても伸びちゃうんでね、そこが一番なんですけどね、それとちょっとの差で2位なんですよ、あともう一個ね、雇用を見るのは失業率の低下で見るんですよ、失業率の低下はね安倍政権で 1.5% なんで、これダントツで一番です、要するに2つを総合するとですね、雇用のを作ったという意味では最も作った政権です、でだからその結果実は雇用の時に何どこに反映するかというと、一番雇用の話が出やすいのは実は新卒者なんです。で普通の企業に勤めてる人っていうのは案外雇用の話分かんないんですよ、自分が首切られるまでよく分かんないわけ、でだからなかなか雇用の話っていうのは分かりにくいんですけど、新卒者はもうもろに出てくるから、新規採用抑制とかそういうの出るんですよ、だからその安倍若者があれですよね、安倍さんを評価するってことはもうはっきり言えば雇用だと思いますよ、ちょっと具体的に言うと、ね、安倍さんがもうにも言ったし結構喜ばれた話としてはね、まあ実は大学によって就職率っていつも差があると思うでしょ、でもね一流大学はねずっとどんな不況でも大体はみんな就職できるんです。でもねまああえて言うと私のね勤めてるような大学なんかですとね、もう全然不況になると就職できないんですよ。で極端に言うと就職率、民主党政権の時には就職率ですよ、60%、70%、3人に1人はできない、こういうのが、まあ、一流大学じゃないところね、はもう当たり前なんですよ。で
安倍政権になってからその就職率がどん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 高くなって 95% までいっちゃった。学生の学力が上がったわけじゃないですよね。全く上がってない。これは安倍さんに話して、学力は上がってないんですけど、政権が安倍政権になっただけなんですよって言うと、すごい喜んでましたよ。これだからそれは学生もよく分かってるんですよ。自分たちは全然学力は上がってないでしょ。上がってないんだけど、入学した時の就職率はひどいなと思ってたら、その間に就職率が高くなって自分も就職できちゃうわけじゃん。これはもう学生よく分かってて、自分たちが勉強した結果じゃないってよく知ってるわけ。だってさ、学生では当たり分かるでしょ、こんなの。勉強しなくても安倍政権になったら就職できちゃったってみんな思ってるんだよ。現実そうです、はい、もうね、うちの大学なんかもこう誤解しててね、就職担当の人がね、なんかね自慢するわけ、就職率上がったって。もう私他の大学も全部データ出してね、あんたのせいじゃないですよ、安倍政権でしょ。そしたらうちの周りの大学もみんな就職率上がったんで、でそれはだから学生が一番よく知ってるから、それであれでしょ、就職できるかできないかって学生に一番ね、やっぱりはっきり言って関心事ですよ、でこういう話をねしたらすごい喜んでましたね、よかったってね、私が2013年卒なんですよ。なので2012年の春に就職活動したんで、だからあと半年遅れてればアベノミクスの恩恵を受けれたんですけど、私の時はまだ民主党政権下だったので、残念ね。だから私の1個後輩は、だから採用人数がもう倍ぐらいになってるんですよね、会社の。それから以降もっともっと良くなって、だからこの辺うんふんなんだけど、はっきり言えばね、うんふんだけど学生にとってみたら自分は勉強したわけじゃないのになって、よく分かんないよね。安倍政権になったらそうなったと、もうすぐ分かりますよね。やっぱり就職活動するとき先輩とか話聞くじゃない、大変だって言って、意外に大変じゃなかったってみんな言ってたからね。だからこれ安倍政権のおかげで、だから若者支持率が高いっていうのは私はごく当たり前だと思いましたよ、でもこれはね、雇用がね一番の重要なの。マクロ経済が分かる人っていうのは雇用を重視するわけ、で分かんない人は雇用のところ見ないんだよね、だから雇用を見ないでね、賃金ガーンなんていう人いるでしょ、よく言うでしょ、でアベノミクスはインフレ率が達成しなかったからダメだって言うでしょ、雇用だけ見てるだけなんで、もう年中評価っていうのは雇用だけ、それでね、雇用がずっと良くなって失業率が下限にね張り付くと、その後何年かっていうかね、ちょっと時間があるんだけどね、名目賃金がヒューッと上がっていく、それでその後に実質賃金も上がる。安倍政権でいうとね、一番最後ね、そこに行きかけてたんだけど、コロナとかいろいろあってね、こういうのはちょっと予測不可能なのはあるんですけどね、だからそういう意味でね、経済政策で評価するという雇用だけ見るんですよ、経済政策、マクロ経済政策で評価する雇用だけ見て、雇用だけ見たら、安倍政権はさっきも言ったように、歴代政権ナンバーワンです。でこの国会議員、自民党の議員の中でも、そのいわばこの金融政策とか、いわゆるリフレ政策というのを理解してる人ってめちゃくちゃ少ないわけじゃないですか。めちゃくちゃ少ないよ。その人が、総理に返り咲いてっていうのは、あれも奇跡的なことですね。奇跡的だったですね。2回目 の総裁選の時に、だってあれでしょう、ギリギリで最初の投票で2位でしょ、あれが3位になっちゃったアウトだったわけでしょ、3位になっちゃった石原伸晃さんが2位になっちゃったのも何も起こらなかったよね、これで2位になったんだけど、一番また最後でまたひっくり返してじゃない、ギリギリですよ、でもあの時に金融政策のことをきちんと言ってたのは安倍さんだけですよ、でもそれがこうそうしたんじゃないの、でももうそれは奇跡は奇跡ですよ、こういうのって、だから例えばね、石破さんだと全く真逆の政策だから、それで今ごとその後どうなったかっていうと、就職がずっとできなくて失業率が高いのが続いたと思いますよ、でその安倍さんがアベノミクスっていう、世界標準から言うと、リベラル政策を取り入れたことによって野党のすることが全くなくなっちゃいましたよね。安倍さんも出たみたいね、だから私が野党の政策ですよって民主党やってるのって聞くから、やってませんけどって言ったら、いやいやってだから雇用雇用っていう割には攻められないでしょ、だから賃金がしか言えないでしょ、賃金も実は名目賃金上がってるんだけどね、実質賃金はね、雇用が拡大するときにちょっと下がるんですよ、そのレベルの話です、でもそれはでも方向性全く間違ってなくて、でもここが言えないから野党の金看板を取られちゃったって感じなんでしょ、言えないから他の森かけみたいなことしか言えなかったんじゃないの、そう、森かけで言うと、その安倍さんの死後 も地上波とか、朝日はですねそう、安倍政権の功罪で特にこう財の部分を強調して、しかも負の遺産とか言ってるわけですよ、でその負の遺産の中に森かけもあると同時にアベノミクスも
なんか入れちゃってんですよね。あのポート・クルグマンがね、はい、あのね、安倍さんが亡くなった時にあのブログで書いたんだけど、すげえ評価してるよ。要するにあの私はあのクルグマンはプリンストンの時の同僚だから知ってるんだけど、はい、彼は評価してるしノーベル経済学者だよ、うん、だから朝日ごとき言ってる意味ないんじゃないの、だからまさに今回だから分かったのが、その安倍さんを一番過小評価してるのがこう日本ですよね。だから海外の反応は、はい、それすごいよ。だからあの、安倍政権の時にね、スティグリッチって言ってね、うん、まあこれノーベル経済学賞を取ったんだけど、はい、すごい褒めてたよ、うん、だからみんな褒めてるんだよ、だからそういうのを報じないだけなんじゃないの、あのちなみにバーナンキーいるでしょ、バーナンキー私の先生だけど、バーナンキーを褒めてたよ、うん、あのすごく立派で、あの、立派っていうかね、海外の人から見ると標準的なんだよ、だからすごく分かりやすくて、だから安倍さんはね、安全保障も標準的なの、だから海外の人はすごく理解しやすいの、でそれ日本とは全然違うこと言う人が多いすぎるんだよ、でその朝日なんか全然違うこと言って逆に貶めてんでしょ、お前英語で書いてみってかってことで、英語で書いてみたら笑えるだけでおしまいで、それこそなんかイエレン氏があの来日してたじゃないですか、だから朝日はイエレン氏に聞けよという話だよね、英語できない、はい、なるほど。イエレンはね労働経済学者だから、はい、もうバーナンキと一緒でね、はい、あの要するにこういうの金融政策を雇用に使うってことはね、はい、もう当たり前で叫ば、だからそれ安倍さんは政治家なんだけど、それを実践したっていうのがポイントですよ、はい、私らみたくね口で言ってるだけじゃないんだよね、やっぱり成果を求めるって安倍さんいつもそう言ってたけど、その成果を実は出しました、でその出したんだけど日本のマスコミは違うところを見て批判してるってそれだけです、まだまだガラパゴスなわけですね。だから私もやっぱりこう安倍さんがこう亡くなってもなおこう攻撃するどうなんだろうなと思ってましたけど、まあ彼らはもう彼らでもどうしようもないと考えて、まあ、世界が評価されていると思えば非常にこう報われた気がするというかね、うんうん、それが全てだと。経済政策も安全保障も世界標準だから、それでそれをしかも日本の中ですっごい前から言ってたって、私はもう両方ともあの証言できますよ、すっごい前から言ってたってことは、だからその先駆けて言ってたっていうことはね、先見性もあったんじゃないですか、だから日本良かったと思いますよ、この安倍さん で、で最後にお聞きしたいのが、岸田政権大丈夫ですか、安倍さんの意思を継いでちゃんとやってくれますか。意思を継ぐんでしょ、そしたらあの今度8月の中下旬の党役員党人事と、あの閣僚でその意思を継ぐっていうことを人事でしっかり示さないといかんですね、ということでぜひ安倍さんの意思を継いで岸田政権でも、だいぶやっぱ安保も経済も不安なんですね。まああれですよ。今までの、あの要は、はい、役員人事、党人事とね、内閣改造ですぐ分かりますよ。すぐ分かりますか、もし継いでないことが分かれば、またここに来てしまいましょう。我々もね、はい、攻撃をやめないんで、はい。ということで高橋さんありがとうございました。どうもありがとうございました。